ことがいい。青森青森。おはようございます。11月4日日曜日、柏島へ来てます。意外と風があるかと思ったら風もないです。東大のところの五郎太のところに来てます。現在5時12分くらいので、台湾カマスとかそんな関係のやつをちょっと探ってみます。それでは今日も頑張って。はい、だいぶ明るくなってきました。今度は青物狙いで、バイブレーションの鉄板、これで勝負してみます。久々にやりました。
11月の5日柏島の朝光でした。5時頃から今8時ちょっと過ぎたところですけど、5時6時7時2時間半ぐらいの朝光でした。今日はね、珍しく青物が、ヒットしました。目白66センチ。やりました。珍しく青物をやることができました。お土産が来たけど、隣でもう一人やってましたけど、なかなか釣れず、堤防の方でもね何人かやってますけど、そんなに当たりが青物はないようです。サバがなんか釣れたとかなんとか言ってましたね。なんか最近潮の動きが悪いで全然ええ釣果が出てません。なんだかなっていう感じですけど、またこういう状況も見ながらまた来週もやっていきたいと思います。それでは今日はまた来週の長運を拾って帰ります。それではね、バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。